早いもので、船橋市が昨年の5月3日に千葉ジェッツとホームタウン協定をして1年以上が経ちました。もしも日本一になったらパレードやりますっていうことをここに宣言をしたいというふうに思います。なんといっても選手の皆さんをしっかりと応援できるのは会場に行って応援することが一番のエネルギーになると思います。ぜひともですね、新しいシーズンが始まったら昨シーズン以上に多くの人に見に行ってもらえるようにお力添えをいただければというふうに思っております。今9月24日の開幕に向けて選手は競争心を持って激しい練習に取り組んでいます。皆様に喜んでもらえるような試合ができますようチーム一丸となって戦ってまいりますので、今後ともご支援ご声援のほどよろしくお願いいたします。やるぞ、見てろよ、うちのジェッツがやるからな、船橋日本一ジェッツ今のは全部嘘、ちょっとそのフェイントいらないよ、ね、ジェッツだけでいいよ、フェイントは、ね、よくわかんない、よくわかんない。ジェッツチャンネルは鎌ヶ谷工業とブーデン商店の提供でお送りしました。